時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は株式会社シュレイホーム代表取締役社長の西島エレキさんにお越しいただきました。エレキさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかお会いするの久しぶりですね。そうですね、だいぶお久しぶりなご無沙汰してましたね、はい、お忙しいですか。いえいえ、ありがたいことに。はい、で、エレキさんとは名刺コンサルタントの新座さんのご紹介でね、はい、お会いしてからのご縁なんですけど、その後、まあ、いろんなうちの会とかにもね、はい、講演会の講師をしていただいたりとか、はい、いろいろお知恵を貸していただいてるんですけど、はい、確かね、魂の講演家の宗志郎さんとも昔からの知り合いってことで18とかなんで、もう11年前ぐらい。偶然、うわ、すごいですね。偶然ハワイでお会いしたっていう、あれですけど、これも宗志郎さんから聞いてちょっとびっくりして、はい、なんかつながっていくなと思って。ですよね。で、最近ね、今回ちょっと放送出ていただくってことで、ネットでちょっと調べてたら、あれですよね、エベレスト登山家で有名な野口さんと、はい、ケンさん、はいはい、とも遺骨収集チームでも、そこでもね、リーダー的存在ということで、ツイッターで紹介されてましたけど、ね、エレキさんにね。そうですね、なんか可愛がってもらってます、ね。あ、本当ですか。すごい、会社を経営されながら、また遺骨収集家として、まあね、戦時中の遺骨をね、はい、ご遺体、まあ、柱をね、集めて供養されてるっていう、すごく、なんだろう、ビジネスだけではない、はい、その思いがこもった方なんですけど、エレキさんが現在されてるお仕事も含めて、はい、軽くちょっと、はいはい、自己紹介していただけると嬉しいです。はい、名前は西島エレキと言いまして、はい、もう本当キラキラネームみたいな名前なんですけども、会社としてはですね、はい、まあ、屋根、今は屋根の施工会社をやっていまして、はい、もう法人化してがまだ3年という形なので、うん、まだまだすごいベンチャーな感じの会社なんですけども、はい、うん、まあ、その中で、まあ、僕ら雨が降ると、ちょっと施工活動がこう施工作業ができないもんでして、はい、でその時間を使って遺骨収集をするっていう形で、うん、今 NPO 法人もできてですね、はい、そちらもやってるっていう形です。へえ、はい、ありがとうございます。今日で、今回ちょっとお忙しい中ちょっと来ていただいたんですけど、この番組自体がですね、はい、人生の転換期っていうんですか、はいはい、そこにフォーカスを当ててるんですけど、はい、エレキさんが、まあ、今の活動につながるターニングポイントを、はい、ちょっと挙げるとしたらどこにあると思います？はい、そうですね、僕はやっぱり東京生まれの人間なので、はい、沖縄に来たところが一番ターニングポイントかなとは思います、ね、なるほど。沖縄に来るきっかけがターニングポイントだったと。はい、そうですね、そうですね。で、これ沖縄に来たきっかけって何だったんですか？はい、ですね、うん、もともとは全く正直沖縄に住みたいとか、うん、そういうのはなくてですね、うん、まあ、今はもう絶対ずっと住んでいこうっていう感じなんですけど、はい、まあ、僕はもう高校途中から自分のやりたいことなんだろうみたいなので、はい、まあ、フラフラしてまして、うん、はい、でうちの、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、はい、うちの両親がデザインとイラストの仕事をしてまして、はい、で今でいうテレワークが結構早くできてた職種なんですよ、はい、まあ、10年前とかにスカイプとかこう出てきたので、はい、それで都内に住まなくていいねみたいな話から、うん、両親はですね、東京の家を売ってですね、はい、千葉に家を買ったんですよ。千葉に、はい、で両親があさって引っ越しっていうタイミングで3.11 の震災が来てしまって、はいはい、すごいタイミングですけど、おで、まあ、津波が直撃っていうわけではなかったんですけど、やっぱもう液状化だったりとかいろいろありまして、住めない状況になってしまって、ほう、でただ、まあ、引っ越し先がなくなる分にはまだあれなんですけど、うん、住んでた家も売れてるのであと2、3週間で出なきゃいけないみたいな、なるほど、はい、
っていう形だったんで、さすがに実家に戻ろうっていう形で、当時僕は山口県にいたんですけど、はい、それで久しぶりに実家に戻ってですね、はい、まあ、一緒にちょっと両親の家探しの旅が始まりまして、はい、それでも家族4人で車でいろんなところ、まあ、僕がいろいろお世話になった場所とかを紹介したりとか、はい、いろいろしてたんですけども、うん、まあ、なかなか場所が決まらずに、うん、まあ、気づいたら鹿児島ぐらいまで行ってまして、すごい、すごいですね、ここまで来て肌に合わなかったらもう沖縄か北海道しかないだろうみたいなところと、まあ、当時結構寒波がすごかったので九州も吹雪だったんですよ、はい、っていうのもあったので、まあ、フェリーで沖縄行ってみようかっていうので、はい、沖縄来た時に、うん、まあ、まあ、両親としては純粋にあったかいこの土地っていうのが、うん、まあ、気に入ってですね、ほう、それでこう、まあ、両親が住んで、はい、でまあ、僕もあの両親の引っ越しが落ち着くまではこっちぐらいな気持ちだったんですけど、うんうんうん、まあ、偶然住んだ、実家の向かいお向かいさんが、はい、あの琉球大学の、建築学部の学生たちがこう、はい、シェアハウスしてまして、へ、当時も恥ずかしいですけど自分も髪の毛が腰の上ぐらいまであったんですよ。そうなんだロン毛だったんだ。ロン毛だったんですよ。でお迎えに挨拶行ったら、うん、なんかロン毛の人たちが多くてですね馬が合いそうですね、まあ、なんか同じ種族ですねみたいなところでこう仲良くなって、で、まあ、そこから、まあ、彼らがちょうど卒業論文をやってる時 で、うん、で研究対象が沖縄の古民家だったんですね、はいはいはい、でそれで僕は全然その時は何も知らなかったんですけど、うん、なんかどうやら近所にですね、はい、あの貴重な古民家があるみたいな、はい、で今首里の、古民家ってほぼほぼないってされてるんですけど、うん、てか ないって言われてるんですね、はい、空襲で焼かれてしまったので、戦争でですね、はいはい、でも、空襲前に、宜野湾に移築されてたので、ほう、あの奇跡的に残ってる氏族の王子があるよっていう話 で、 ほう、でそれで、見に行ったところ、まあ、結構やっぱ立派なお家でして、うん、でそこを彼らが研究してる中で、うん、あの地主さんがですね、はい、実はでもここもうあの老人ホームを建てるから、はい、もう取り壊するんだよみたいな、へ、まあ、ちょっと縁があったので、うん、なんかできないかなっていうので学生たち3人と僕で、はい、合計4人で、うん、その古民家を解体してですね、はい、また移築しようみたいな話があって、うん、まあ、3年がかりで移築したんですよ。すごいですねで誰一人建築、彼らは設計ばっかりだったので、あの実際の現場っていうのが、現場っていうのがやったこと誰もなくてですね、本当に当時お金がなかったのでメイクマンでバールとハンマーだけ買って、うん、はいはい、全部一枚一枚瓦も外して木も全部ばらしてですね、で昔 の、 木なあの建築なんで、うん、釘とか一切使われてないんですよ。で今でいう本当に首里城と同じあの作り方、はい、台湾ヒノキで作られてまして、はいはい、うわ、木自体もすごい貴重だ、ね、そうです、今手に入らない、はい、っていうところで後からどんどん気づく価値があったので、ほう、そういうのはすごい面白かったんですけど、へ、でこれ移築先っていうのは誰か買う人がいたんですか？あ、これも、うん、これもですね、はい、あのその友達の一人が、うん、あの裏西に実家があったので、はい、とりあえずうちのおばあちゃん家いいよって言われたんで、はい、みんなでその子のおばあちゃん家に持ってったんですよ、はい、そしたらですね、あのおばあちゃん全く聞いてなかったみたいで帰ってきたらめちゃめちゃ怒ってったんですよ。あの資材を持って行ったらってことですか？家1軒分の資材が庭にドーンって置かれてたんで、ああ、もう3日以内に動かさなかったら燃やすよっておいみたいな、言っとけよみたいな、でそれでも本当に3日で探さないとっていうの で、うん、で探してした時に、ある南城市のバテンの、はい、ところにですね、まあ、サンゴシャスコーレっていう学校がありまして、はい、そこの学校があの敷地を、うん、あるから、はい、そこだったらいいよっていう話になりまして、はい、でそれで南城市の馬店の方に、うん、移築したっていう形です。あ、そこにもう建てちゃったってことですか？すごい、もう3年がかりというと、そこの、まあ、敷地の方も、はい、移築先の方もそうですけど、もともとあった場所の方も、はい、あの本当はもう老人ホームを建てるっていうことだった。あ、そうですね、地主さんからしたら一刻も早く土地開けたいっていう中で、はい、そうなんですよ、 よく待ってってくれましたね。いや本当そうなんですよね。あ、でも解体はですね、うん、早かったですね。その時は、うん、結構暇な学生たちもバッと手伝ってくれたので、はい、解体は1週間2週間で終わったんですよ。で地主さんも普通だったら200万300万かかるのに、はい、あの無料でやってくれてありがとうねみたいな感じ。ああ、そうなんだ、はい、まあ、やっぱ解体が 2,3 週間で終わったので、うん、
もう移築も1年ぐらいかなと思ったんですけど、うん、ちょっと全然甘かったですね。確かに専門じゃないっていうのが、ね、あの一回バラバラにしたら、はい、あれですもん、機械もそうなんですよ、どこをどう組み立っていいかわからないってありますもんね、はいはい、人によってイロハにホヘトで打ってるやつもいれば、僕は A とか B とかで打ってたんで、はい、もう何が何の図面か全然わからない。めちゃくちゃですけど一応あのきなんとかできました、ね、あできたんですね。でこれ手探りでやるって言ったら、はい、めちゃくちゃ勉強になりますね。そうですね、それは知経験としてはね、はい、そうなんですよ、今思ったら面白かったですけど、ね、面白いですね。でその時のメンバーと今もでも続いてるんですか。今ももちろんもちろん、はい、続いてますね。で、はい、その方たちが今の仕事につながってくるんですか。そうですね、すみません話がずれてしまって、はい、僕自身はそれでその後、うん、移築が終わった後に、はい、子供ができまして、はいはい、まあ、それで真面目に働かなきゃっていうところから、はい、あのまあ、それがきっかけで、うん、屋根工事を、はい、まあ、やり始めてですね。なるほど。あ、そこからあの会社を設立にっていうんですか。まあ、その間にいろいろあったんですけど、きっかけはやっぱりその屋根工事をやっていて、はい、うん、あの首里城の瓦を焼いたあの奥原瓦さん、はいはい、あのに僕らを教わってたので、はい、で当時ですね、今はだいぶ少なくなりましたけど、当時は割れた瓦が屋根の上になんか乗ってるっていう家が結構あったんですよ。あ、はいはいはい、で危ないじゃないですか、危ない。でニュースでも毎回毎回こう当たってっていう話も聞いてたので、うん、それをまずはこう話して、うん、まあ、もうあくまでボランティアで、うん、あの近くで作業してたんで降ろしますよみたいな、ほう、話から危ないだけ撤去してたんですけど、はいはい、でそんな中で、まあ、与那原の方に瓦屋さんいっぱいあるんですけど、はいはいはい、あっちの与那原の瓦屋さんたちは、瓦を焼いて新築で建てるのが専門なの で、うん、で話聞いたら結構補修に関しては手が回ってないとかっていう話も聞いたので、なるほど、だったらこう人のお役にもなって、うん、自分たちのこの、うん、あの趣味で始めたものではあるんですけど、はいはい、これが人のためになるんだったらなっていうので一応始めてですね。ほう。で、まあ、自分の中でお金を稼ぐってあんまいいイメージなかったんですよ、正直。あの学生からのずっとなんかちょっと偏った思考もあり、うん、思考もあったので、 でもやっぱりこうありがとうのこの見える化というか、うん、はい、その代価としてもらってるっていうのがですね、うん、自分の中ですごいしっくりきたというか、うん、喜ばれてお金をもらえて、うん、こっちも豊かになって、うん、お客さんも何ですか、青森が治ってとか、うん、台風の危険がなくなってっていう形であれば、うん、すごいいいなっていう話が始まって、うんうん、初めてそこで、まあ、5年始めたのは5年前ですね、はい、法人化したのは3年前なんですけど、はい、そこで初めてちゃんと働きたいものっていうのができてですね、おそれまではなんか点々点々してたんですけど、うん、そこは結構きっかけだったかなっていうのはありますね。なるほど。このお金に対する罪悪感っていうか、はい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 、意識が変わったっていうのはすごく大きいですね、はい、そうですね、そうですね、うん、でこれはやっぱりこの、うん、お家の方とのもともとがボランティアでやってるから、はいはい、でお金払ってでもやってもらいたいっていう方が出たんですかね、うん、そうですね。で結構紹介呼んでみたいな、僕ら一回も求人もしたことなければ、はい、CM とかもしたことないんですよ。でもそのメンバーも人が人を呼んでみたいな感じですし、うん、仕事もなんかそのなんですかね、どっかにお金払ってとかは一切なかったので、なんかこうそういうのもあって、うん、本当に感謝の結果じゃないと入ってこないので、うん、そこがすごい肌に合ってたのかなと思います。なるほど、はい、面白いですね。じゃあここでですね、一旦ちょっと CM 入れさせてもらって、はいはいはい、会社を、まあ、実際に建てた後、はい、まあ、ご苦労もあったと思うんですけどその辺もそうですね、はい、ちょっとまた聞いていきたいと思います、はい、一旦じゃあ CM です。はい、できなくなったお部屋の集客、空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具家電付きのマンスリー物件として活用するために集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。
前半ではですね、西島エレキさんが、今の会社シュレイホームを立ち上げる前、沖縄に来たきっかけとか、そこから、沖縄の古民家河原に関わるまでのお話をちょっと教えていただいたんですが、実際に、ね、ボランティアで屋根瓦を、はい、撤去したり、はい、移築したりとかっていうのを、やってって、でそれから起業して、はい、っていうことなんですけど、エレキさんのお仕事っていう、僕もね、いろんな方にちょっとご紹介したり、はい、その方たちとも評価というか評判を聞くとすごく丁寧ってことで、はい、おっしゃるんですね、はい、でやっぱり先ほどもおっしゃってたんですけど、お金を稼ぐことに罪悪感を持ってたっていうところ、うん、はい、をおっしゃってたんですけど、はい、そこがね、お預かりするいただくことに対して、そのありがとうの結果っていうことにつながって、はい、うん、それが今のお仕事になってるっていうことなんですけど、はい、結構、いろんな起業家の方見てると、最初ボランティアから入ってると、どっちかっていう と、その意識が強くて、はい、仕事に対しての要はクオリティまで、はい、上昇しない方もいらっしゃるじゃないですか。だけどそれが、エレキさんいや、その会社のスタッフさん、はい、仲間たちはそれをね、一定レベル以上のクオリティで信頼につなげるっていうのがすごいなと思うんですけど、その辺はどういうふうに皆さんとは意識共通みたいなのしてやってるんですか。そうですね、会社内でっていうことですかね。そうですね、多分一人でやってたら、下手したらちょっとボランティア志向の方が強くなってたかもしれないんですけど、はい、一つはやっぱり獣医院さんの方で解散してもらいた火災保険とか、はい、そういう皆様が普通に入っている保険で実は屋根が直せるんだよみたいな、私は無料で直りますよとか、っていう仕組みが知ったっていうところもあったりとかもするんですけど、それでお客さんからしたら壊れて直すのに100万ぐらいかかるのかなと思ったのが、なぜか工事したのに10万手元に残りましたなるほど、わけ分からないじゃないですか、はい、そしたらもうお互いハッピーハッピー。あ、なるほど、あ、そういうところから、そういうところからっていうところもあったのと、なるほど、会社内での会社に入って一番最初にこう出てるのが、利益は人 の幸せの先にありっていうところなんですけど、もう出だしがそういうところだったので、もちろん屋根工事ではあるんですけども、で屋根工事の前に、どんな仕事も前提としてはやっぱサービス業だと思ってるので、そこで相見つなる時もありますし、とはいえ最後は人に、この人に払おうっていう意識なので、そうですね、はい、でもう今は僕が一件一件対応とかもう本当に難しいので、それはやっぱり社内で共有していって、っていうところですね。なるほど、その辺ね、やっぱりね、共有っていう、意識の共有っていうのはすごく大事だなと思うんですけど、はい、実際に起業されてみて、はい、どうでしたかさっきのね、学生さんの集まりから、はい、なんかその需要があったんで、はい、そのお役立てのところから仕事を始めたっていうところじゃないですか、はい、で実際に始めてどうでしたいやー、もう最初はですね、はい、もう税金やら何やらもう分からずに、はい、本当に何も勉強してない状態で、僕も自身も、一応高校卒業はしてますけど、はい、もうほぼ中退ぐらいの勢いで行ってなかったので数字も全部弱いんです、はい、でやっぱりこう、経営ベースでいくとやっぱりこう売上の方に目線が行ってしまいがちというか、でも本当に見るべきとこは税引き後の利益じゃないですか、っていうのをルールを知らなかったんですよディフェンスが弱すぎてオフェンスのみでやってたみたいな経営が最近ですよ、本当に最近まで続いてたの で金額も金額で大きいじゃないですか、はい、そうですね、建築にかかる建築とかだと、はい、そうですね、でそうなってくると感覚もやっぱり、なんかこんくらい払うものあるけど、別にこの工事でこんくらい出るから、大丈夫かみたいな、どん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 ざるになってくる騙されたのもありますし、だいぶなんか僕がこう浪費したっていうよりはなんか、良かれと思ってやったことが全然なんかこう考えが甘くて、
でもそれで巻き込んでしまうことの不幸とかも一応経験ましたので、だいぶ痛い目に遭ってきたんですね、はい、やっぱりこうやる以上はやっぱ本当責任持って持続できる仕組みでやらないと不幸しか生まないなと思いまして、でそれでまあうちは今あのエスコムさんっていう、はい、沖縄で初めて の、 あの中小企業対象のファンドができたもんでして、はい、うん、で、まあ、上間天ぷらさんとか、はい、琉球オフィスサービスさんとか、うん、ベイクさんとかがあの銀行さんと組んで作ったファンドなんですけど、はい、そこから今、まあ、お金を入れていただいて、はい、とともに、まあ、経営、うん、まあ、大先輩方から、はい、教えていただい て、 て、 いだいて今ディフェンスをこう強化していってるっていうような、まあ本当分かれば分かるほどどんだけ無駄を作ってたかっていうところと、うん、やっぱりやるからにはうちに入ってくる人たちってこう瓦工事、うん、屋根職人に憧れて入ってくるんですけど、うん、でもやっぱりこういう業界って賃金がやっぱ安いんですよ、うん、で到底家族持つってなった時にこんな給料でいいのかなみたいなところもあったので、目指すべきところはやっぱり自分がかっこいいと思ってる仕事で、かつまあお客さんからも喜ばれ、で自分自身はまあ日本の平均所得以上は目指したいなっていうところなので、なんでまあだいぶ経営に関しても変わりましたね。なんかこれ意識が変わったっていうのはやっぱりあの先ほど言った痛い思いっていうのは大きかったですか。大きかったですね。やっぱりなんですかね、まあ、ある意味天狗なさところも あるとは思うんですけど、こんぐらいだったら大丈夫じゃないかとか、こうでもこうある意味出していくお金も全部お客さんが僕らにとって良かれと思って、うん、工事をありがとうねっていうので出してくれたお金に対しての感謝だったりとか、うん、そもっと意識できてたらこんな使わないはずなんですよ。なるほど。人をなんかこう何か誰からももう構わずこう信じて出しちゃうみたいなのはしないと思うので、はい、なんですかね。これ人を信じて出すってどういうことですか。まあ、一緒にこういうビジネスしないかとか、あ、なるほど、まあ、はい、言ったらお金貸してくれとかもあったりとか、はい、なるほど。で、まあ、こんだけあったらこんなビジネスやるからとか、はい、まあ、やってみようかとかで計算したらすごい額なんですよね。そうですね。手っ取り早く楽に稼げるみたいなのがありますね。お話結構あると思うんですけど、やっぱりそういうところに一旦目向くんだけど、実際本質の中では自分たちが要はあのいただくっていうのもお預かりした中からどう使わせていただくかっていう意識ってやっぱり大事じゃないですか。で多くの経営者の方たちがやっぱりおっしゃるのが、稼ぐよりも使う方が難しいんだっていうこと、どこに何をどう使うかってやっぱりあの社員さんの意識もやっぱり変わってくるし、企業のしての力もねやっぱり変わってくるじゃないですか。その辺ね、まあ、あの数字にまたあと強くなっていくっていうのはすごく大事だなと思うんですけど、はい、今後ですね、もうちょっといろいろ聞きたいんですけど、はいはい、あの番組がですね差し迫ってきたので、そうですね、で今後ね、どこを目指したいって何かあります？はい、一応自分としての目標は、まあ、先輩である琉球オフィスサービスさんが、今週木曜日ですかね、はい、に僕初めて知りましたけど、公開の、決算報告会をやるんですよ。はいはいはい、おいや、すごいなと思いまして、やっぱ僕らもそういうところまで、まず行きたいなっていうところが、はい、ありますね。人に見せても恥ずかしくない、ね、あの経営をしているというところを目指して、はい、そうですね、でやっぱりそれだけ多くの方から信頼を、ね、集めているエレキさん、まあ、あの司令ホームさんですから、はい、今後も、ね、またどんどん伸びていかれると思いますので、はい、今日は本当はあのお忙しい中来ていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。ということで、本日のゲスト、西島さんのお話はいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ共感したとか感動したとか、西島さんとぜひつながりたいっていう方は繁栄軍師の YouTube チャンネルに、今回の放送内容と一緒に下の説明欄に、西島さんに関する情報リンクを貼っておきますので、そちらからたどってぜひぜひつながってください。まあ、繁栄軍師で検索されると出てきますので、またその際に、チャンネル登録いただけると嬉しいです。
で、あとこの番組の内容はリッスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。 YouTube の動画アップが待てないっていう方はぜひそちらのスマホアプリもご活用ください。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、本日のゲストは株式会社シュレーホーム代表取締役社長西島エレキさんでした。また来週お会いしましょう。さよなら。